眠。ああもうお昼か。大晦日つい夜更かししちゃったな。静かだな。じいちゃんいないのかな。あ、そういえば初詣行くって言ってたっけ。それならそれで一声かければいいのに。まあ昼まで寝てたこっちが悪いけど。ん？なんだろうこの切り箱。昨日までなかったけど、開けてみるか。これって振り袖？もしかして私に着ろってか。こんなの一人で着れるわけないじゃん。ん、誰か来たみたい。しのぶ、明けましておめでとう。明けおめ。明けましておめでとう、しのぶ。今年もよろしく。おお、明けましておめでとう。てか、来るなら先に連絡しろよな。ごめんごめん、ちょっと驚かそうと思って。初詣一緒に行こうよ。まあいいけどさ。あら、これ忍の振り袖。用意がいいわね。私が用意したわけじゃないけどね。せっかくだから着ちゃいましょうよ。私も手伝うよ。いや私は。忍のお部屋へレッツゴーゴーゴー。はあ、もう好きにしてくれ。私は手伝いそうもないし、着付けが終わるまで土蔵にお邪魔してるよ。ご自由に。やっぱりここは落ち着くな。お、半蔵、挨拶に来てくれたの。明けましておめでとう。よしよし、半蔵は頭を撫でられるの好きだよね。ん？何か加えてる。これは封筒？忍宛ての年賀状だと思って持ってきたのかな。ありがとう半蔵、受け取るね。お、よだれでぐっしょりだ。これは乾かさないとダメだね。よし、だいたい乾いたかな。濡れてにじんじゃってるけど、宛名は忍だね。差出人は、あれ書いてない。差出人不明の手紙か。ん、この文字どこか見覚えがあるような。お待たせ。退屈してなかった？ううん、大丈夫。半蔵と遊んでたからね。それで忍は？じゃじゃーん、限定お正月仕様振り袖姿の忍はこちらになります。わ、悪い、待たせちゃって。お、いいじゃん、似合ってるよ忍、かわいい。なあ、ったく、さらっとこういうこと言うんだよな京子は。ん？ああそうそう、忍宛ての手紙が廊下に落ちてたよ。半蔵が加えてきたって言ったら、よだれまみれにしたことを怒られるかもしれないからね。手紙？年賀状じゃなくって、なんだろう、ファンからの手紙かな。とりあえず開けて読んでみるよ。忍、どうしたの？なんだか顔が真っ青よ。これ。助けて。助けて？